どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はこちらの自チーム OB 狙い撃ちスカウトを30連引いていきたいと思います。はい、と言いますのも、このローズ選手を頑張ってランキングイベント走って S ランク手に入れたのですが、 A ランクを3枚しか持ってないんですよね。はい、で S ランク限界突破コーチは2枚以上持っているので、極みにしようと思えばできるのですが、やっぱり限界突破コーチはできれば節約したいということで、今回こちらの狙い撃ちスカウトで、A ランクか S ランクのローズ選手が2枚以上出てくれれば1枚も使わなくて済むという状況でございます。はい、というわけで今回こちらをオリックスにしまして、ローズ選手狙っていきたいなと思います。確か A ランクが出たら 20%、 S ランクが出たら 30% で、自チームの外国人 OB 選手が出てくるという感じでございます。はい、では早速30連引いていきましょう。よし。いや、ほんと節約したい。というのも、ずっと言ってるんですけど、岸投手2017シリーズ2引けて、能力も絶対そっちの方が強いんですけど、9位スタミナ型からスタミナ型に変わってたりして、あそこも限界突破したいんですよね。はい、ということでここはしっかり狙っていこう。温存したい限界突破コーチ。さあ A ランク来い、 A ランク。さあ20%。うわ、西川で悪くないんだけどな。はい、さああと20連。結構こうやって僕みたいな人のために後出しで来るのかなと、このガチャに関しては思いますね。はい、おっ、よし、よし、エース来たぞ。30%頼む頼む。一応か来たな。お、もう一枚来るか。いいよ、ローズ。麻酔も悪くはないです。ただ、お、さあローズそろそろ引いてもいい。 OK、 よし、これで S ランク限界突破コーチが1枚節約できると。はい、 OK、 じゃあラストいきましょう。お願いします。さあもう1枚 A ランク出れば完璧ですよね。もう1枚出れば完璧よ。さあどうだ。さあ 20% ローズ、おお、来ましたね。はい、 OK、 これで S ランク限界突破コーチが必要なくなったという形になりました。はい、おお、引いてよかったですね、今回。まあかなり育成がね、大変にはなってくると思うんですけど、まあそこはいいかなと。はい、育成はやればいいだけの話なんで。これで、ローズ選手が1、2、3、4、5枚。OK、A ランク5枚確保できて、まあ極みに持っていけますと。はい、こんな感じでございますね。うん。なるほど、なるほど。なんか今回久々にランキングイベントを走って、今のプロスペースってこんな感じでやる方が、実はガチャを引くよりチームよっぽど効率よく強くできるんじゃないかなと、なんか思いましたね。はい、こうやってもう本当に狙いの選手を、まあこれ特にね、もう普通に強いんで能力が、狙っていって、で限界突破はできればランキング上の方いければいいんですけど、まあ今回みたいにね、まだちょっと足りないっていう場合は、大体後出しで最近これが来てる気がするんで、こうやって狙っていくというのが正解なのかなと思いましたね。はい、まあこれは極みになるのが相当時間はかかりそうなんですけど、まあ将来的には必ずなるということで良かったんじゃないかなと思います。はい、で少し気になるのが市岡選手ですね。ちょっと見てみましょう。カープ市岡選手、うわ、77止まりか。9位ってプラス3上がる称号あったかな。育てるかどうかは今持っている A ランクの数による気がするんで、カープ A ランク一岡は1枚も持ってない。ダメだ、これでは育ててもあんまり使えないな。はい、なるほど、というところでございます。まあジャクソン選手今広島枠では使ってますからね。はい、そしてこうやって改めて本当に今回の OB 選手見るとマジで豪華でしたよね。オバンド普通にレフトが多いのかな今回。オバンドもレフトですね。まあグラマンは9位請求がいいと。フェルナンデスもまあ称号でパワー A とか狙っていけるんで悪くない。
でもね、結構一戦横にしててもよかったかなとも思ってるんですよね、実際。まあローズ選手の方がちょっと近鉄枠困ってたんであれですけど、一戦横も出たらよかったなと思ってます。はい。でローズ、うん、ローズ選手に関しては、山田哲人選手が確かもう A ランク出ていて、ミートが確かもう B がほぼほぼ確定してるんですよね。はい。なのでまあ同じセカンドでミートパワー AA の選手がいなくなるっていうところで、まあローズ選手獲得しておいたっていう方も結構いらっしゃったみたいですね。確かにそれもありだったなと思うんですけど、まあやっぱり今の僕はローズ選手が一番だったかなと思います。はい。まあということでイベントもろもろは終わりましたが、まだ一応ねこれで狙えますというお話なので、まあ限界突破困っていた方であったり、いやー走っとけばよかったとめちゃめちゃ後悔しているっていう方は、ここで S ランク狙うのもありなんじゃないでしょうか。はい。まあ意外と 20% 2回引けたんで、 A ランクに関しては A は結構出るのかなっていう、だから A ランク自体が結構出ましたもんね。そういうお話ですね。はい。そしてですね、まあ昨日さらっと流してしまったんで、ちょっと今後のリーグオーダーのね詳しいお話をしておきましょう。でこれいろいろちょっとごじゃごじゃ変えててですね、ちょっと前に戻すと、前はこんな感じだったよっていう、前はこんな感じだったよっていう、最近こそっとというか、まあ動画外で変えてたりもしたんで、前はですね、前はこうだったんですよね。前はこう。はい。これが、最後に、まあ軽く、リーグオーダーご紹介した時のオーダーだったんですけど、まあそれから筒香選手の継承を行いましたと。はい。で、筒香選手、ちょっと頑張りまして、超特殊能力、アーチストをレベル5まで持っていったので、まあこれでね、まあスピリッツの問題もありますし、ついに4番変えようかなと。松井選手から筒香選手に変えようかなと思い、打順変えました。はい。筒香選手しかもアーティストなんで使ってて本当にホームラン打ちやすいんですよね。でジグザグを組んでおりますと、こんな感じですね。はい。でここからどうなったかと言いますと、この野村健次郎さんの枠ですね。はい。これリセットした方が早いか、こうやってリセットするとす、はい、何がどうなったかと言いますと、さっき野村健次郎さんの枠はあれはパワー A 以上か、の枠だったので、まあ、スピリッツが200高い、中田翔選手にそこ変えましたと。はい。ただ、そうすると、左が3人しかいなくなって、もろもろきつくなってですね。じゃあ、梶谷選手をレギュラーに持っていこうと。はい。これでジグザグをキープしたまま、まあ、パワーとミートが A 以上の選手8人まだ入れられていますと。うん。いうところですね。そういう変更をしたと。はい。なので野村健丈さんずっと使ってたんですけど、アウトしてこの中田翔選手が入ってきましたよと。シリーズ1はまだパワー A なんでね。はい。で今後はと言いますと、この梶谷選手の枠に、ローズ選手を入れます。この梶谷選手の枠がローズ選手になります。でこうすることで非常にいいのがですね、まあまあまあ、これは大丈夫。こうやって、ローズがレフト。こうなります。OK。で、これで非常にいいのが、ローズ選手はミートパワー AA なので、これでなんと、ミートとパワーが A 以上の選手が9人いるんで、このコンボですね。今はまだローズが A になってないんで、8人になってますが、ですね、ちょっと難しいお話してるかもしれないんですが、ここと、ここが結構余裕ができたんですよ。なんで、例えばこの真由美さんとかのけても、そのコンボをまだ発動させられると。はい。まゆみさんとかもそれだけで入れてるんで、ほぼ。まあ、阪神枠っていうのもありますが。だから同じ阪神の2017シリーズ2とかで、まあ、ミートパワーは A じゃないけど、スピリッツ高いよっていう選手引ければ、そっちに変えてあげることができるんで、そこもかなり良かったかなと思います。はい。うん。そこがかなり楽になりましたね、これで。OK。というね。だから、ローズ選手を全力で狙っていましたっていうお話です。あとは、これでオリックス枠が空いたんで、ここを、こうやってマッソン投手に変えられるんで、それでもスピリッツが単純に結構上がると。サファテだ。サファテに変えられるんで、ここでも150ぐらい上がると。うん。まあ、結果ね、スピリッツも300ぐらい上げられて、まあ、オーダーもより自由に組めるようになりましたよと。まあ、なるのが分かっていたので、頑張って今回ローズ選手走ったと、まあ、いう感じでしたね。はい。そんな感じでございました。いや、僕も早くね、スピリッツ6万乗せられるように頑張っていきたいなと。イベントを頑張っていきたいなと思います。次回多分頑張るとしたら、ここですね。古田さんにとって変わるような、うん、いいキャッチャーが OB で出てきた時に頑張りたいと思います。
というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで今後もプロスペースの動画どんどん出していきますので、プロスペースやってるよっていう方はぜひともチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。